ドルと信仰基準あるいはドルと信条は1618年のドルトレヒト会議で決められた信仰基準。オランダ改革派出身のヤーコブス・アルミニウスの死後、1610年に彼の支持者たちが自分たちの信条を定めた憲白書を提出し、アルミニウス主義の認可を政府に求めた。これが元で1618年にドルトレヒト会議が開かれ、 その際に信仰基準が決められた。この会議ではアルミニウス主義は公式に認められなかった。その基準は改革派協会、長老派協会といったカルバン主義の特徴を5つの特質として明確にしたことで進学史上大きな意味がある。全敵堕落から堕落後の人間はすべて全敵に腐敗しており、自らの意志で神に使えることを選び取れない。 無条件的選びから、神は無条件に、特定の人間を救いに、特定の人間を破滅に選んでいる。制限的、限定的食材キリストの贖いは、救いに選ばれた者だけのためにある。不可抵抗的恩恵予定された人間は、神の恵みを拒否することができない。生徒の賢人から一旦予定された人間は、最後まで、固く立って耐え忍び、必ず救われる。 この頭文字をとって、チューリップの神学と呼ばれる。カルビニズムの五過剰として、カルバン主義の中心的な教理として扱われることがあるが、このドルと信仰基準はあくまでアルミニウス主義陣営の信条に対抗して作られたものである。ありがとうございます。